こんにちは、ミコです。今日はですね、土壌改良をして、そこにハーブを、3つほど植え付けをしましたので、その様子をご覧いただきたいと思います。はい、こちらの植え込みの土壌改良をやっていきます。3週間前に土を掘り起こして小石灰を巻いて寝かせておいた状態になってます。ここにいろんな資材を足していくんですけれども、今巻いているのがミリオンですね。根腐れ防止効果のある、砂のようなものです。でね、結構巻いた量が少なく見えるんですよね。こんな少なくて意味あるんってちょっと今思ってます。もうちょっと入れてもよかった。でこの黒いのがバーク堆肥です。はい、次に軽石を2種類入れていくんですけれども、この白いのがパーライトの小粒です。軽い軽石です。息をふって吹きかけたら吹き飛んじゃうぐらい軽い軽石です。それからこの茶色っぽいのが日向土です。これも軽石の一種なんですけど、そこまで軽くない軽石粒々の土っていう感じですね。軽石入れることで通気性がすごく良くなりますので、今回2種類入れてみます。こちらベラボンっていうヤシ殻チップです。ベラボンもすごく空気をたくさん含むので、これも通気性の改善に役立ちます。ここの元の土がですね、粒の細かいこうサラサラっとした砂みたいな感じで、水の抜けがちょっと悪いと思ってるので、軽石とかベラボンで通気性を良くしていきたいと思ってます。軽石みたいなものはね、土の中に今後ずっと残っていくんですけど、バークは多分1年2年ぐらいしたらもう分解されますし、ベラボンも多分3年か5年ぐらいしたら、分解されて、最終的には土に帰っていくので、こういう植物性のものっていうのは時々補充をしてあげることになると思います。いろんなものを足していってるうちに土の量がすごく増えたので、少しバケツに取り分けていってます。バケツの土はね、また別の花壇で使おうと思ってます。そっちに持っていきます。今回いろんな資材を入れてますので、水はけはだいぶ改善するはずで、それだけでも植物の育ち方とか根っこの環境ってかなり良くなるはずというふうに信じてやってるわけですけども、そうは言ってもその1回の土壌改良で完璧な土ができるわけでもないですし、今後も堆肥は年 1,2 回こう時々足すとかやりながら、何年かかけて様子見ていってあげたらすごいいい土になるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、手で触ってみた感じ、左の方がちょっとまだ土が重いんですよ。見てもらっても左の方がちょっと茶色が濃いと思います。なので資材を左の方だけ足していきます。ベラボンと、それから腐葉土ですね。少し柔らかい腐葉土を入れてます。それから日向土です。ここの場所は以前はブルーベリーのサザンハイブッシュ系の品種を植えてたんですけれども、枯れてしまいまして抜き取りましたっていうのが3週間前の出来事です。それで土をこう混ぜ返してみたら、そのブルーベリー抜いた後からコガネムシの幼虫がね、いっぱい出てきたんですよ。コガネムシの幼虫って見た目ちょっと気持ち悪いですし、いろんなね植物の根っこを食い荒らすので結構厄介です。この後すぐ植物を植えるので元肥ですね、マグアンプ系を全体に混ぜ込んでおきます。もうね、ひたすら混ぜるだけの作業ですけれども、よく混ざったら以上で土はだいたい完了ということになります。
はい、ここからハーブを3種類植えていきます。まずこの斑入りのね、葉っぱの綺麗な植物がラベンダーメルローという品種になります。ボリジが6ポットあります。それからローズマリーですね、庭の別の場所から抜き取ってきたものなんですけれども、元の場所でその周りの植物に押されてこうひょろひょろっと伸びてるので、ちょっとねこの新しい場所でかっちり育ってほしいです。見るからにひょろひょろですよね。そしてボリジですね、ボリジは9月にうちで種をまいて苗を育ててきたものなんですけれども、ボリジって5月ぐらいにこう青い綺麗な花が咲くハーブですね。草丈は結構背が高くなります。まあ、7、80センチか、場合によったら1メートルぐらいまでこうビューッと伸びてお花が咲くものです。春にね、草丈がぐっと大きくなって、大きくなる植物なので、教科書的にはもうちょっとまばらに株と株の隙間をもうちょっと開けて植えるのがセオリーかなというふうに思うんですけれども、ここにね私6株植えようとしてますけど、多分教科書的には3株ぐらいで十分だと思うんですよ。じゃあなんでそんなに密に増えるのって言われると、単にちょっと苗が余ってるんですよね。種まきを家ですると苗がいっぱいできて、すごいそういう意味ではコスパがいいんですけど、苗がすごくいっぱいできちゃうので、わざとここは密に。ラベンダーメルローの話をすると、メルローってとにかく暑さにむちゃくちゃ強いらしくて、お花屋さんが激推ししてたんで買ってみました。メルローって聞いてワインのブドウのメルローかなーと思ったんですけど、どうもそれはのんべえの発想だったみたいで、実は綴りが全然違うんですね。調べてみたらルイス・メルロさんっていうニュージーランド の育種家の方がおられて、その人が作った品種だそう。ということでね、今はメルロメルロ言ってますけども、 2,3 ヶ月もしたらこれ名前を忘れてしまうかもしれないんですよ。なので、ラベルを立てておきます。はい、ローズマリーね、ほんまひょろひょろなんですよねこの人。なのでちょっと切り戻してみます。このね、寒くなる時期に切り戻すのはどうかなと思いながらも、ちょっと切っときます。この調子でひょろっとなられても困るので。ということで現場からは以上です。はい、ということで土壌改良やってきましたけれども、いかがでしたでしょうか。ハーブにね興味のある方もたくさんいらっしゃると思うので、ご参考になれば嬉しいです。ありがとうございました。さよなら。